こんばんは、参政党の街頭演説会です。本日はあの事情によりまして私一人が喋るということになりました。松田学でございます。よろしくお願いします。このところずっとですね、こうやって私も今日はあの上着を着て街頭演説やってますが、もう暑い日ばっかり続いてたんですが、急にこのね涼しくなりましてね。はい、こんにちは、頑張りましょうね。はい、ありがとうね。まあこういう形で今成田駅前に来ております。このねあの昨日、立憲民主党の代表が野田さんに決まりましてね、千葉県の産んだ元総理大臣、あ、また出てきたなっていう感じかもしれませんけども、そして自民党の方もね、総裁選今週の、金曜日27日に新しい総理大臣になる人が決まるという流れになってきてます。皆さんもどうせね小泉さんなんだろうというふうに思っていたら、だいぶ状況が変わってきました。いろんな調査見てましてもね、あのもうこの3人にね票が集中してるんですね。7割以上、あのだいたいこう計算してみますと、石破さん、小泉さん、高市さんと、でこの3人の中で2人が 決戦に出るだろうというふうに言われていますが、もうね多くのね自民党関係者が次はどうせ小泉さんだ、小泉さんになりましたらすぐに解散総選挙をするだろう、なぜならボロが出るのが嫌だから、国会審議をできるだけ短くしてさっさと解散するだろう、おそらく10月27日が投開票だろうなんて言われてたんですが、その小泉さんが失速してますね。やっぱり失速しますね、ああいうこと言ってたら。このね日本が今危機的な状況にあるのに、なんで今夫婦別姓問題なんですか。まあライドシェア問題、まあねそれもね、まあお考えあるかもしれないけども、総裁選で自分が掲げる政策なんでしょうか。もっと重要なこといっぱいあるんじゃないでしょうかね。解雇規制の緩和とか言ってますけどね、お父さんがやったことができなかったんです。お父さんやろうとしたら非正規社員増えたんですね、あのおかげで、あの構造改革のおかげで。また同じことやるんですか。首切られるかもしれないと思う国民がたくさん増えるのに、なんてこと言ってるんだろうと、さすがに国民あるいは自民党支持者の間から、少しそっぽを向かれると。でこういうところを見ても、本当にこの人総理大臣になって大丈夫なんだろうかと、さすがにねそういうね見方が広がってきまして、小泉さん失速してますね。いやこの間ね神谷総平さんと対談した時に、どうせ小泉さんになったら攻めどころ満載だとか言ってこんなに戦いやすい相手はいないと言ってたんですが、まあ、残念ながら失速しちゃいそうですね。まあいいことなのか悪いことなのか分かりませんがね。そして急にもうこの2人に絞られたんじゃないかという人も出てきました。石破さんと高市さんが決選投票になるんじゃないか、じゃあどっちがなるんだろうかという話がありますね。であの高市さんが急に今伸びてきたのは、やっぱり日本のことを考えたらね、あの自民党の9人の中でこの、ね、ちゃんと自民党らしいね骨太のね、まあ、いかにも保守政党らしいことを言ってるのは高市さんしかいないんですね。一般に見たら自民党支持者ならね普通なら高市さんに入れますよね。でもね石破さんって侮れないんですよ。なんといってもね国民からの人気がやっぱり一番なんですね。なぜでしょうか。自民党らしからぬことを言うからね、女系天皇とかねああいうこと言ったりしてますしね。いやこれはね自民党以外の人たちも石破さんだったらいいと思う人がたくさんいるから、だからもしかしたらもし石破さんになったら総選挙強いかもしれないですよ。自民党以外の人が結構支持するかもしれないから。そして野田さんが立憲民主党の代表になったっていうこともね大きな影響を与えそうですね。野田さんってあの民主党の立憲民主党の中ではどちらかというと保守なんですね。ですからね、まあ、保守系の人で迷ってる人が、あ、野田さんだったらってねそっち入れる人が出てくるかもしれない。そして高市さんもねこれは素晴らしいんですけども、まあ、ぜひねこの日本を背負っていただきたい人なんですが、でもね一般有権者の意識違うんです。まだまだ日本では高市さんの言ってるようなことは危険だとかですね、この右翼だとかね、そういうふうに思う人が結構いるんです。そうなるともし私が自民党のね人間であれば、総選挙で勝つためにはどっちがいいかなって迷っちゃいますねこれね。で
野田さんもちょっとこうね、人の顔形のことを言うわけじゃないけど、ちょっとでっぷりした感じで、石破さんもそれにちょっと似てるんですよね。このちょっと似た者同士がね、こうね、戦った方がね、このね、広くね、支持されるんじゃないか、自民党もね、という話もあるんです。よくわかんないんですけどね。だから、まだまだわかりません。そしてね、小泉さん失速したかもしれないけれども、菅さんが一生懸命やってるみたいですからね、電話かけまくってね、小泉さんを支持してくれとか言って、もうすごい駆け引きやってるみたいですよ。菅さんを応援してくれたね、あなたにはね、大臣ポストあげるとかね、役員をつけてあげるとか、そんな取引までしてるみたいですね。さすがに昔みたいに札束が飛び交うことはないけれども、このポストでね、人を釣ってるみたいですね。で、こうやって必死に元総理がやってますからね、わかりません。まだあと、いや、今日は、9月の24日あと3日です。この3日間まだわかりません。面白いですね、動物園の なんかねみたいな感じで、動物たちがみんなわーわーわー言ってるように見えますけど、そんなこと言ったら失礼かもしれないけど、だけど誰もね、本当に大事なことを言ってないのがこの総裁選の大きな問題なんですね。細かいことをごちゃごちゃごちゃ言ってもね、石破さんがなんで人気があるかっていうと、日本国民はね、結構ね、あの都市部とね、地方はだいぶ違うんですね、意識が。で、地方行きますとね、限界集落どんどん衰退している、高齢者も多い、ああいう方々から見ると石破さんは安心感を与えるそうなんですね。で、これはね、都会に住んでる人がよく分かんないことです。 SNS 見ても分かんないことなんですね。だから意外とね、あの方強いんですよね。だからいつも国民ナンバーワン、人気ナンバーワンなんですね。で、多くの日本人が急激な改革を望んでないんです。とにかく安心したいと、ね、ということもあるようで、意外とね、石破さん侮れないんじゃないかなというふうに思います。でも誰が総理になったって参政党が絶対に必要だってことだけは変わりません。これは、ね、なぜそうかというと、まあ、高市さんがなっても、あの自民党でね、高市さんの政策が実現するっていうのはなかなか考えにくい。やっぱり外からね、我々言っていかないと自民党にはできない。高市さんがね、どんなに立派な総理でもね、あの安倍さんだってできなかったんだから、なかなかできない。特に積極財政なんてね、言ってるだけでは簡単にできませんからね。積極財政は松田プランがないとできません、ね、で、それから世界の大きな流れ、残念ながら高市さんはどうもウクライナについて我々と違う意見を持ってますよね、らしいですね。ロシアが悪い、ウクライナが正義だというところはね、やっぱり世界の情勢を見誤ってる。こんな話後でしますけども、世界今変わってますんでね、ロシアに対する制裁をやってる国って少数派なんですね。世界中の国々がどちらかというとロシアに今ついてるんですね。こんなこと日本のメディア報道してませんからね。その中で日本は隣の国ロシアなんですよ。核持ってますよ、資源持ってますよ、エネルギー世界一ですよ。エネルギーで世界を支配する国になるかもしれない。そのロシアをね、とにかく悪いだ、お前悪いんだと言って先頭に立ってね、非難していたら日本大丈夫なんですか。こういうことこそ本当に総裁選で議論してほしいんだけど、誰も議論しないんですこれ、ね、そしてあの話はね、やっぱりテレビはやんないんでしょうかね。あの話だってアフリカではね、みんなね、貧乏だからお金がないからあれしなかったんです。だから広がらなかった。何の話か想像してください。あんまり具体的に言うとバンされちゃうからね。それでもうね、2022年ぐらいに世界中がやめてるんですね。日本はなんか認可されたみたいですよ。なんとかっていうのは何でしょうね。他の国はね、実験してみたらね、結構ね、大変だった、禁止だっていうんです。日本認可したんですよ、ね、そしたらモっていう会社ありますよね、モっていう会社、あの会社売上が落ちて落ちて大変なんですよ。皆さん嫌だ嫌だって言って、世界中が、だから日本でね、商売の種を作ろう、ビジネスやってるんですよね。何ですかこの日本の為政者たちは、政治家たちは一体何やってんですかと。世界中がやめてることをなんで日本人だけにね、やらせるんだと、ね、日本人をね、これ本当にあれですよ、バカにしてますよ、国民を。
何かの対象にしてるんじゃないですか、猿かチンパンジーだと思ってんですか日本人を、ということに対してあの総裁選誰も何にも言わない。立憲民主党はね、中には分かってる人いるんだけども、でも代表選でそんなこと言わないですよね。党としてはね、全然分かってないから。で、分かってるのは参政党だけなんですよ。参政党だけなんですわ。このもう世界中が問題視していることを国内で国会の場に向けて言ってるのはその参政党だけなんですよ。やっぱりね、いくら立派な総理総裁が誕生しても自民党じゃできないということはね、これよく分かると思うんですよ。早くこのことを動画で言いたい、言いたいな、 SNS で言いたいな、テレビで言いたいな、言わせてくれないんですよね。これ言ったらね、一発で参政党は政権取っちゃうんじゃないかなと私は思うんだけどな。はい、そうですか、そうですか、わかりました。今ご要望いただきました。具体的に言ってほしいと。はい、では具体的です。はい、でこの中にはね、この医療だけじゃありません。食料だってそうなんですよね。他の国が食べなくなったものを日本人は食べさせられてるっていう事例なんて枚挙にいとまがないんです。そして日本はね、真面目な国民だから、メディアに書いてあることをみんな信じちゃって、世界の流れはこっちだってね、みんなで言っちゃうんですよ。 LGBT の話もそうでしたね。世界がもうね少数者のために多数の女性やね、子供にとんでもないことをねしてしまう、あの LGBT 差別禁止という考え方、あれをねおかしいと言って転換してるのに、日本は逆の方向行っちゃってるんですよ。世界中が今ね、脱炭素おかしいって言い始めたんですよ。脱炭素って、まあね、この異常気象続いてますね。今年も異常気象ですね。でもこれ CO2 のせいじゃないんですよ。人類が炭素を出したから異常気象なんじゃないんですね。そんな甘いもんじゃないんですよ。地球っていうのは何十億年もの歴史があって、その中でしょっちゅう変わるんです。気温とかそういうのが、その中で起こってる現象なんですね。人間が何かしたことによって起こってるんじゃないんですね。だけど皆さんね、 CO2 を減らすんだ減らすんだってやって、何が起こったかって、インフレになったんですよ。皆さんインフレ困ってますよね。今実質賃金が下がってるっていうのはずっと続いてきた。今ちょっとプラスになったけど、でもまた下がりますよ。なぜかインフレですよね。この原因を作ったのは脱炭素ですよ。脱炭素のあの連中がアメリカでパイプラインを締めさせたりなんかして、ね、そしてドイツなんか大変ですからね。こうね、ロシアから天然ガス入んなくなって、もう ドイツ経済破綻状態ですよ。世界中が気がついたんです。ああ、そんなわけにいかない。これから人工知能がどん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 使われていったら電力たくさん必要になる。そしたらあの太郎さんが、今まで原発に反対してた太郎さんが、ね、原発に賛成し始めたんだ。最初からね、ちゃんと考えて言えよ、ものを。エネルギーがね、足りなくなるなんて、AI が出る前から分かってるよ、こっちは。だって、北海道でこの間、ブラックアウト起こる寸前になったじゃないですか、数年前に。泊原発をね、再稼働しないために。ね、国民生活のこと、まず考えなさいよ。自分の思想信念のためにね、ちょっと格好つけようと思って、そして国民生活を犠牲にするようなことを平気で言ってきた政治家たちなんですよ、自民党の政治家たちは。立憲民主党もそうだけど。だけど、私は昔から言ってたんです。昔衆議院議員やってた時から言ってた、ね、エネルギーっていうものはね、そんな甘いもんじゃないんだと。私たちまだ技術的にね、脱炭素でね、再生可能エネルギーでやっていくところまで行ってないんです。だから原発もある程度必要だし、化石燃料、石炭、石油も必要だし、再生可能エネルギーだけでやっていこうと思ったら技術開発をしなきゃいけないんですよ。で、参政党はそういったね、日本の国土や風土や自然環境に合ったエネルギー開発をしていきましょうというのを掲げてるんです。で、その上で現状ではちゃんとね、国民生活の安定を図る現実的なことをやりましょうってね、いうことを言ってるんですけどね。でもこれね、今のね、インフレをもたらしたのは、エネルギーの不安をもたらしたのも脱炭素、誰が儲けてるか、もう言うまでもないですね。中国は儲けてる、ね、ヨーロッパも儲けてる。そのうち皆さんの負担も上がりますよ。脱炭素で150兆円の投資するんですよ。20兆円国債発行したんですよ。それ国民負担になるんです。皆さん電気代やガス代、ね、ガソリン代が上がったりするんです。もうすでに上がってますよ。中国に行ってるんです、そのお金がね。まあ、こういうことをいっぱいやるんです。
海外の利権のために私たちが犠牲になってる。健康も犠牲になる。そして自分たちの財産も犠牲になる。で、こういうこと、グローバルな力に対抗して私たちの国民に自由と健康とお金の流れを取り戻そうとね、誰も言ってないじゃないですか、9人の総裁選の人たちは。そういう重要なことを言わないでね、もうどうでもいいことばっかり言ってて情けないですね。だから誰がね、総理になろうとね、賛成とかないとね、日本の政治は締まらないんですよ。日本の政治を締め上げましょう、皆さんで。国民の声をきちっと言って、私たちは議席を増やさないとそれできないんです。神谷総裁さん一人一人、参議院、しかも参議院だけですからね、衆議院で何議席か取らないとね、それってやっぱり締め上げることはできないんです。その力をね、ぜひね、皆さんの力で大きくしてほしい、育ててほしい。まあね、高市さんになってもね、石破さんになっても、ましてや小泉さんになってもね、もう全然ね、日本良くならないから。そういう自民党にね、任せていられないってみんな思ったじゃないですか、あの政治と金の問題見て。政治と金の問題だってちゃんと賛成と全部解決してるじゃないですか。全くバックもね、利権もなくできてるのは、理由があるんです、これ。党員がやってる政党だから。党員がやってる政党って初めてですよ、これ。ね、党員はただね、使われてるだけって政党と違うんです。あの神谷総平ですら、私ももちろんそうですが、参政党の党員に対して支持をすることはできません。党員が主役だから。こうしたらどうですかってね、示唆することしかできませんね。そういう政党なんです。いろいろ誤解されてますけど、これだけ民主的な政党ないんですからね。日本で初めて民主主義やってる政党なんですよね。で、その民主主義やってる政党が、その国民の立場から、あのただれた与党、ただれた失礼かもしれないけど、締め上げようとね、これをやらせてください、皆さんの力で、ね、いくらね、誰が総裁になったって、顔が変わったって看板付け書いてね、それでごまかすなと、国民書いて怒ってくださいよ。この人はね、選挙に通りやすいだろうという人が選ばれたら、もっと怒ってください。そうなるとね、みんなね、選挙でね、勝ちやすくなるという人が選ばれたな、またやってるなって怒ってくださいね、そういうことをね。そして今回の総裁選でね、重要な問題ね、まあ、話し合えてるのは2つあるんです。1つはね、国民の負担の問題。なんかね、あの茂木さんは増税しないって言ってますけどね、でもね、増税しないって言った途端にね、信用なくすんです。今日本国民ってすごく賢いんですよ。あの増税メガネって言われた人がね、定額減税決めたら支持率下がったんだからね、すごい賢い民族です。普通減税してくれるって言ったら支持率上がるのにね、支持率下がるっていうのは日本の国民はよく見てる、この本当によく見てる。そんな中でね、茂木さんがね、増税しないって言って嘘だろうになるんですよ。そんなわけないですよね、嘘言うなと。そして何と言ってもね、今度ね、立憲民主党の代表になった野田さん、あの方はね、公約違反してるんですからね、事実上の公約違反してるんですからね。民主党が政権取ってフィーバーしました。あの時にマニフェストというね、わけのわかんない言葉を使ってましたね。で、そこで何言ってたか、ね、無駄を削減して資産を売却したら17兆円が出てくるなんて言っててね、消費税上げるなんて一言も言ってなかったのに、消費税上げたの野田さんだったんですよ。今の 10% の消費税、みんなけしからんと思ってる人たち、あれ決めたのは野田内閣なんですよ。またその人がね、首相狙うんだって出てきた、ね、あの時に国民が分かったんですよ。嘘ついてる政治家は、選挙で通りたいために耳に心地いいこと言ってるんだと。もう騙されないぞになったんです、日本国民は。あの時にね、そういうことも知らないで岸田さんはね、とにかく増税メガネと言われたくないっていうだけでね、自分のね、支持率のことばっかり考えて、あの少子化対策の話も引っ込めてたんですよ。どうせ増税と結びつくだろうと思われるからね、そういう姑息な政治をやってる連中がね、また何を言ってるんだって話なんです。財源の問題どうするんですか。今の財政のままだったら、ね、子育てのために 3.6 兆円するときに健康保険料1兆円上げるってもう決まってるんですよ。防衛のね、43兆円するのいいですよ、日本の防衛をね、強化するのは。だけどね、どこに使うかって言うと、アメリカの軍事利権のためにね、戦闘機とミサイル買うんですよ。そのために1兆円増税、1兆円嘘ですから、
財務省にいた人間私が解き明かします。これ将来3兆円4兆円になるんです。一時的な財源で数年つなぐだけなんです。もう決まってんです。そういうこと、そういうことをね、堂々と議論したらどうですか。そこでね高市さんちょっと言ってほしいのはね、私だったらね、国債でやりますってはっきり言ってください。ね、そしたら賛成と応援できますよ。国債でやったらいいんですよ、国債で。なぜならば参政党がマツダプラン持ってるから。だから自民党ではできないんです、ね、自民党ではできないんです。マツダプランがあるからね、このできるんです。だから消費税けしからんっていう人たちも、消費税撤廃って言ってる人たちもいますよ。でも消費税撤廃と言ったって、今ね、年金っていうのは基礎年金の半分は消費税からいってるんですね。それからあの今自己負担は3割で済んでますが、7割も国民の負担する健康保険と消費税、介護も消費税と介護保険のお金でいってる。それから子育てだって消費税が回ってて、22兆円国に消費税が入ってるんです。地方合わせたら30兆円、まあ、ほとんど全部社会保障に使ってるんですね。で、これをね、消費税なくしたら30兆円消えたら、そのお金どうするかっていうね、代案をちゃんと言わないとダメなんですよ。でも代案を言ってる人はいないんです、どこの政党も。どっから財源出していくんでしょうね。社会保険料上げるんでしょうか。そういうわけにいきませんよね。所得税上げるんでしょうか。そういうわけにいきませんね。政府の無駄を削減する、削減したってちょこっとしか出てきません。どうするんでしょう。国債増やすしかないですね。でも国債増やしたら、国の借金を増やしたら、金利が上がったら大変だってみんな思ってる。だから実際財務省はやりませんね。どうするんでしょうか。国債をお金に換えるマツダプランしかないんです。国債をね、デジタル円を政府が発行するようにすればいいんです。将来年金の話もね、今なんか知らないけれども、 NISA、 NISA、 新 NISA って言って、老後2000万円ですか、赤字問題っていうのがあって、もう老後の資金が足りない。だからせめてね、若い人たちに投資をしてね、儲けさせて、一攫千金を狙わせて、ね、そこで夢を持たせる。違います。そんなことやったってね、一攫千金を狙う株式投資なんて邪道です。株式投資やるんだったらね、ちゃんとこの企業の価値を見極めて、長い目で見る株式投資をやってください。そうじゃなくて、老後のことを考えるんであったら、マツダプランやればいいんですよ。だって政府がね、デジタル通貨発行できるようになるんですよ。年金をデジタル通貨で支給すればいいじゃないですか、将来ね。医療の自己負担分だってデジタル通貨で補ってあげればいいじゃないですか。国民社会保障の分をね、デジタル通貨できちんと供給したら、社会保障、消費税なくたって社会保障回るようになるんですよ、将来はね。まあ、そこまで持っていくには段階があるんで、いきなりってわけいかないけども、しかしデジタル円を政府が発行するっていうことをね、導入しないと、これできないんです。そうじゃないと、増税しないと何もできない、社会保険料を上げないと何もできない。で、こんなにいいアイデアを持ってる政党なのに、なんで皆さん知らないんですか。ね、報道してくれないから。 YouTuber さんありがとうございますね。こうやって多くの人にね、こんなにね、魅力的な政策を参政党が持ってるということをね、もっともっと知ってほしい。もうこれからね、ブロックチェーンって入るんですよ。世界が変わってるんです、今あのあれなんですよ、さっきもちょっと言ったけども、ウクライナ戦争でね、世界のね、秩序がガラガラガラーと変わってるんです、今。バイデンさんってちょっとね、愚かでしたね、愚かでした。もうね、あのバイデンさんもそうだけども、そのバックにいる連中もそうなんですよ。ロシアという国から利権が欲しい。で、ロシアという国をね、また再びエリツィン時代のように草刈り場にしたいんですよ。だからプーチンが国有化したものをもう一回民間に解放させたいんです。そしてその手先として NATO がね、どんどんロシアにこうね、近づいてきたんですよ、長い時間をかけて。ロシアという国は昔はね、ナポレオンに侵略され、ヒットラーに侵略され、自分の国を守るためには周りに中立国、干渉国を置くっていう基本的な戦略があるんです。フィンランドはね、 NATO に入っちゃいましたね、今回ね。あれでロシアはまたね、軍事増強してますよ。
そしてベラルーシがありますね。そしてウクライナはね、ものすごく重要な中立干渉国だったんです。それを NATO に入れるってけしかけたのはね、 NATO 側なんですね。でこうやってね戦争を起こして、そして彼らのやり方はね、歴史見たらわかります。賢者は歴史に学ぶって言います。歴史を見てみると、あれ欧米の人たちというのは何かこうねやろうとするときに必ず相手が悪いっていう状況を作るんですよ。相手が悪いっていう状況を作って、実際自分たちが悪いことをやってるんですね。そして悪いって決めつけた人を永久に悪だ悪だとやる。日本もそういう目にあってるじゃないですか。その手をねロシアに対してやってることぐらい歴史を見たら明らかじゃないですか。ヨーロッパで第二次世界大戦が起こった時もそうでしたよ。私別にヒットラーが正しいって言ってんじゃないですよ。そうじゃないけど、戦争を起こしたのは西側の連中なんです大体。でその教訓を全く振り返ることなく、とにかくウクライナ万歳、ウクライナに正義がある。正義本当にあるんでしょうかね。戦争をやることは正義でしょうかね。でそういう立場からもの見なきゃいけない。そして何が起こってるかというと、西側 G7 の国々はアメリカも日本もヨーロッパも自分で自分の首を絞めてるんですよ。ブーメランのように返ってきてる。経済制裁やってロシアは豊かになってますよ。ロシアはねもうね、西側からね経済制裁を受けるんだったらインドと仲良くしよう、中国と仲良くしようって、かえって経済良くなってるらしいですよ。で逆に私たちは困ってるんですよ。私たちのね物価が上がっちゃってるんですよ、こうやってね。そしてね一番重要な問題は何かっていうと、通貨、お金の問題なんですね。ドルで決済をさせない、経済制裁でロシアの資産は抑える、ドルで決済させない。結果何が起こったか、世界中の国々がああもうドルで決済するのやめたってなってるんですよ。産油国そうですよ。サウジアラビアだって、あのキッシンジャーがねもうドルで石油決済するって50年前にやったあの契約更新しなかったんです。ドルで決済するのをやめ始めたんですね。そういう国が次から次へと出てきてる。産油国でも出始めました。ドルで決済してたらいつ自分たちがねロシアみたいに制裁されるか分かんない。そこで非ドル化が今始まってるんです、世界的に。で今ね G7 の国々の GDP の方が BRICS と言われるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの国々よりも今 GDP 少ないんですよ。でそこの BRICS に産油国とか大国が次から次へと入り始めて、あのイランもねそうだし、サウジもそうだし、そしてその盟主にトップにいるのがロシアなんですね。エネルギーを抑えてしまったんですロシアが。でこの話はね絶対にテレビや新聞で流れないんです。私のチャンネル見ていただけますとね、あの石田勝也さんがちゃんと中東専門家解説してますけど、あこれぐらい世界が急速に変わっている。 G7 いわゆる欧米が世界を支配していた時代が今終わろうとしてるんです。新興国、途上国、今グローバルサウスって言葉あります。そのグローバルサウスがみんな反米、アメリカから離れてロシアの中心のBRICSの方にどんどん入ってきてるんです。でここがもしかしたら世界の中心になるかもしれないですね。そしてロシアは別に欧米のマーケットなんかなくてもいいんです。南北回廊で作ってね、インドというこれから一番経済成長するところ、ここにめがけて一つの経済のね大きな経済圏作ってるんですよ。そして北朝鮮と仲良くし、ベトナムにこの間ねプーチンが言った何でしょうか、中国包囲網作ってるんですよね。ものすごい巧みなんです彼ら、プーチンっていうのめちゃくちゃ賢いですよあれね。果たして小泉君にそんなの対抗できますかね。ね、あのハリスになってもトランプになっても手のひらの上に乗せられるだけですね。あの要するに日本をねますます扱いやすい国にするだけですね。いや今ねちょっとね人気は欠けてよかった。あの人にやらせるわけにいかないとね、みんな分かりますよ、日本人もね、それぐらい分かりますよ。あ、なんとなくおかしい。私が今言ったような話はご存じないかもしれないけども、だけどあの人で大丈夫なのってね、みんな思ってると思いますよ。ね、です。でもね、あの9人の中でね、
今私が言ったことが分かってその上でやってる人いないんです。残念ながら賛成党しかこういうことを言ってないんです、残念ながら。でも世界が今こうやってね、もう歴史上始まった数百年に一度の大きな 変化が、ね、今起こってる。この変化を先取りしていかないと日本潰れちゃうんです。もうここまでどん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 変われてしまってますから、日本は残念なことに。そしてその、ね、日本を、ね、買う水先案内人が、あのすいませんが自民党政権だったんじゃないですかね。どん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 買ってくださいっつってね、あのお父さん、ね、郵政民営化しちゃって、私あの時財務省にいましたけどね、なんてバカなことしたんだろうと思ったんですよ。何の理屈もないんですよ。そしてね、あの例の短い言葉でなんとか劇場ってやって、あの息子さんそっくりですよ、ね、何言ってるかね、本人よく分かってないんでしょ、ちゃんと分かってないんでしょ、あのお父さんだって分かってなかったんですよ。めちゃくちゃ不勉強だと思いました、すいませんけどね、大先輩に向かってすいませんけど、あなた不勉強でしたよ。郵政民営化でいいことありましたか。今総括してみてくださいよ。国民の誰もがいいと思ってないじゃないですか。経営よくだったんですか。経営破綻してるじゃないですか。全国ネットの郵便局を民間の、ね、競争に委ねるバカなことするんじゃないですよ。郵便貯金を民間と基本、ね、競合させる民間金融機関にとっては迷惑ですよ。そんなの官報だってそうですよ。保険会社迷惑ですよ、あんなの出てきたら。そして結局ね、経営はうまくいってないで、そういうね、間違った政策をやっても国民は拍手喝采したんです。それと同じことをね、息子さんまたやろうとしてるんじゃないですか。もうこれ以上日本を壊さないでください。壊すのは自民党だけにしてください。お父さんが言った通り、まだ壊れてないじゃないですか。ちゃんと壊してみてください。本当に壊すんだったら応援しますよ、ね、壊してみてくださいよ、進次郎さん。壊せないでしょ、あなたに、ね、無理ですよ。だって菅さんがバックにいるんだから、ね、また派閥が出てきてますね。で、そうやってね、日本をね、どんどん安売りする政策をやってきたのは自民党政権なんですね。だから私、大蔵省にこれが見えたんでね、日本安売りセールをね、これからね、やり続けるって、これはいかんと言って思って、この政治の世界に昔出て。でもね、やっぱり、ね、衆議院議員になってやったけど、あの石原慎太郎さんのもとでやってもね、やっぱり、ね、これ、ね、変わんなかった。本当に変わんない。なぜかメディアが報道しないから、ね、メディアが報道しないした通りに日本人考えるんですよ。残念なことにね、テレビ報道が全部書いてしまう。もう何度も私現場でね、選挙でそれ経験しましたよ、ね、で何度も何度も言った。何ああ、そんなことはもうとも言ってる。これをしなければ日本は変わらない。そんなこと分かってる。もう賛成党のあれ見てください。我々はね、憲法改正なんて甘いんですよ。我々は憲法を作ると言ってるんですよ。だから分かってる。ね、はい、黙ってください。あの憲法改正どころじゃなくて、憲法を作ると言ってるんですよ、自主憲法。ね、そんなことぐらい分かってますよ、お父さん。ね、ね、ちょっと人怒鳴るんじゃないですよ。ね、そんな当たり前のこと言ってどうなるんじゃないです。100も分かってることでしょ、そんなことは。ねえ、まあ、時間の範囲あれがあるからねえ言わないだけで、憲法なんてね、我々が作んなきゃダメなんですよ。単なる改正みたいなね、自衛隊をね明記するみたいな、あんな甘っちょるい改正じゃダメ。9条2項を廃止するぐらいのことやんなきゃダメですよ。でそういうことはずっと我々言ってきた。だけど石原慎太郎さんのもとでもね、実現しなかったんです。国民に伝わらないんです。なぜなら国民に世界の真実が伝わってないから。今ようやくね、国民を気がつき始めましたね。中国でね、この間ね、男の子がね殺害されて、中国なんかに行ってたら大変なことになるね。まああれもね、単なる偶然なのか分かりませんけど、だけどそれで国民もようやくなんかなんとなく気がついてきました。だけどその前から中国はそれに似たようなことをやってたじゃないですか。領空侵犯してみたりね、民衆を火の中に連れ込むって大使が発言したりね、いろんなことやってた。 EEZ 内にブイを設置したりね。で、そういうことに対してこれ長い時間をかけて日本ってじり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 追い詰められてきてるんです。中国の核ミサイルは日本に向いてるんですよ、皆さんね。
北朝鮮だってそうじゃないですか。あれだけね、どんどんバンバンやってますね。今度ロシアがね、バックにつきましたからね。ロシアの技術使ってね、もっともっとすごい兵器日本海にどんどん飛ばしますよ。それからあのロシアもね、日本敵国だってみんなし始めたんです。先ほど言ったように、世界のエネルギーを支配する国になる、新しいブリックス首脳の中核国になるロシアが日本を敵視して、日本にいいことありますか、これ。別に私ね、プーチンが好きでもロシアが好きでもない。私が好きなのはロシア音楽大好きです。チャイコフスキー大好きです。だけどね、ロシアって国が好きで言ってるんじゃないですよ。これは好き嫌いの問題じゃないんです。冷静に日本の国益を考えなきゃいけないんです。ある人はこんなことを言ってました。日米同盟考えるよりも日本とロシアの同盟考えた方が日本の国益になるってまで言ってた人がいました。私はそこまで言いませんけどもね。だけどそれぐらいね、危機意識というものが日本国民に伝わってない。だからまず日本が取り巻いてる、日本を取り巻いてる世界の状況をみんなで勉強して、この状況をどうやって打開するかという危機感を持って、私たちの憲法を考えようという創憲ということをね、参政党が始めてる。いくら偉い人がね、わーわー叫んだって変わらないんです。みんなで考えないと。だって憲法を決めるのは国民なんだから。政治家が大きな声出したってね、変わらない。そんなことね、長い間政治家やってる人間はもう100もね、経験してきたことなんですね。だから参政党を作って、少しでも多くの国民のが一緒に議論をしながらね、憲法を変えていくってやらないと、国民投票で過半数取らないと憲法変わらないんですからね。その基本だから参政党なんです。国民が政治に参加しないとね、日本の国は自分の国を守れない。でそこまで私たちは残念なことに教育によってメディアによって洗脳されてしまった。あの先ほど私が言ったように、彼らのね、手口によってね、私たちが悪かったんだと。侵略したのはね、戦争を起こしたのは向こうなのに、原爆を落としたのは向こうなのに、私たちはちょっとね、少し素直に考えてみましょう。なんでね、原爆を落とした国が、落とされた国に対してお前らは戦争犯罪者だって言えるんですか。少し考えてみたら おかしいですね、これね。でも私たちはそれでもね、原爆を落とされた国なのに、最大の被害者の国の一つなのに、私たちは戦犯国であった。靖国に参拝したら、ね、永久戦犯を叩いたことになる、ね、どの国だってみんなね、自分の国のために死んだ、ね、亡くなった方々を叩えるのは当たり前だけど、ね、めちゃくちゃ逆転してるんですよ、この私たちの認識が。まずこの認識を変えないと、皆さんで変えて、一緒になって勉強して変えていかないと、この国守れないんです。というね、この中で参政党ということを、もう5年ぐらい前に、神谷さんや仲間と集まってね、みんなで作ったんです。で、その政党が、ようやくね、この国民の意識を変えて、そして本当にこの国の発展のために、政治を機能させる、プレッシャーを与えるだけの力に、今なろうとする寸前のところに来てる。それがこの今年の10月か11月か分かんないけども、ひょっとしたらもうちょっと後になるかもしれないけど、あの小泉さんでなかったらね、まあ時期はね、適切な時期を判断するとおっしゃってる候補もいますからね、分からないけれども、でも近いうちに行われる国政選挙でようやくこのね、政治の流れをね、衆議院でね、このね、この流れを生み出すというね、絶好のチャンス、重要なチャンスだと思っております。ということで、成田駅前に本日やってまいりました。この南関東あちこち飛び回っておりますので、またどっかでお会いできればと思います。どうもありがとうございました。